さあ、道場学生交通教師の代表高野清です。今日はストレッチポールを使ったちょっとしたバランスのトレーニングをやってみたいと思います。筋バランス、いわゆる平行性のバランス、両方合わせたバランスですね、やってみたいと思います。それでは見てください。頭までしっかり持っている状態です。この状態からですね、前習いします。そしたら片足上げます。このぐらいです。90度ぐらいですね。そしたら手を開きます。スレスレまでゆっくり戻してくる。ゆっくり戻します。片方も、もう片方も開いていく。足を変えましょう。戻してくる。たったこれだけです。こうやってバランスを見てください。結構難しいのでトライしてみてください。よいしょ。はい、ちょっとやってみてください。意外とできないですよね。できない人も多いです。はい、なので、周りにですね、物がないようにしていただいて、危なくないようにしてみてからやってみてください。ぜひ、そのやったコメント、感想ですね、コメント欄に残していただけたらありがたいなと思います。それでは、以上です。